竹森の座禅僧群群生地内の木道、竹森の座禅僧群、竹森の座禅僧群は、山梨県甲州市炎山竹森にある座禅僧の群生地である。1975年12月22日に、山梨県の自然記念物に指定され、1995年12月12日に、炎山市の天然記念物に指定された。甲府盆地の北東端。 甲州市北東の大梅街道より、北側山間部に入った、玉ぐ地区を流れる重川支流の竹森川左岩の小さな沢沿いにある座前層の群生地である。現在約3000株が自生しており、指定面積は1.11ヘクタール。指定エリアの標高は760メートルから810メートルである。イノシシなどによる、食害防止のための電流線が指定エリアを囲む。 形で設置されている。座禅層は主に北海道から北日本の日本海側にかけて分布する里芋科の植物で太平洋側にあたる山梨県の比較的標高の低い道地に群生地を形成することは珍しい。竹森の座禅層群生地は東方の柳沢峠方面から伸びた尾根北側斜面の植林された杉の茂る日当たりの悪い沢の底部にあり、 直射日光がほとんど当たらない場所であることから、甲府盆地の他の場所では溶けてしまう雪がここでは、寝雪となり、自ら発する熱で周囲の雪を溶かし開花する、座禅僧の生育条件に適した状態を維持し続けているものと考えられている。近年甲州市により、群生地近くに玉宮座禅僧公園が作られ、駐車場が整備された。駐車場から、 群生地まで徒歩5分ほどであり、指定域には、木道が整備され、開花期には、多くの見学者が訪れている。竹森の座禅僧群甲府竹森の位置講習し、ホームページ、竹森の座禅僧山梨学びネット文化財、情報 AB 現地看板、自然記念物、竹森の座禅僧現地看板、竹森の座禅僧講習し、ありがとうございます。